はい、皆さんこんにちは、シードキビーツです。ヘイヘイ。ということで今回ですね、米津玄師感電から学ぶ変態的コード進行の作り方について解説をしていきたいと思います。皆さん、米津玄師さんが作った楽曲のコード進行を見たことありますでしょうか？毎回かなりテクニカルなことをされています。結構いろいろな YouTuber さんがその解説をされていると思うんですけれども、なかなかご自身の楽曲にそれを取り入れることってテクニカルすぎて難しいという方も多いかと思います。なので今回は米津玄師さんの感電という楽曲のコード進行を解説しつつ、ご自身の楽曲にどう取り入れればいいかというのを初心者の方でも分かるように解説していきたいと思います。ということで今回のメニューがこちら。1、変態的コードハーフディミニッシュ。2、変態的ベースライン。3、変態的セカンダリードミナント。以上3つの変態を解説していきたいと思います。また今から紹介するコード進行は分かりやすいようにキー C に移調したものを表示しますので、あらかじめご了承ください。それでは行きましょう。皆さんご一緒に、せーの、レッツゴー。はい、ではまず変態的コードマイナー7フラット5カッコハーフディミニッシュから解説をしていきたいと思います。まず読み方なんですが、マイナー7フラット5と読むのが長いので別名ハーフディミニッシュと呼ばれております。で、表記はこんな感じやこんな感じやこんな感じで表記をします。このコードはですね、感電の A メロ、B メロ、サビの全てに登場しておりまして、この楽曲のおしゃれ感を演出している立役者的存在のコードと言えるかと思います。例えば A メロではこんな感じ。はい、ではまずですね、マイナー7フラット5の構成から解説をしていきたいと思います。これですね、パッと見難しそうなんですけれども、実は意外と簡単です。例えばですね、こちら一番馴染みのある Dm7、 これにフラット5を付け足すと Dm7 フラット5という表記になるんですけれども、このフラット5は5度の音を半音下げるという意味になります。なので Dm7 でいうところのラの音、この音ですね、こちらを半音下げてラシャープにすると Dm7 フラット5、別名 D ハーフディミニッシュになります。こんな音になります。で、ちなみにですね、試しにこの状態からセブンスの音、つまりこのドの音ですね、この音を半音さらに下げてみます。はい、そうすると、はい、この音は D ディミニッシュ7というコードになります。つまりこのハーフディミニッシュという音はディミニッシュ7のセブンスの音を半音上げたコードということもできるかと思います。はい、そしてですね、このハーフディミニッシュ、これを自分の楽曲に取り入れようとすると、どのタイミングでどんな風に入れたらいいのかが結構難しいと思います。なのでおすすめは、よく使われる定番進行を取り入れるという方法です。ということで、まだハーフディミニッシュをご自身の楽曲に取り入れたことがない方はですね、今から紹介するコード進行を B メロの頭に使ってみてください。それがこちら、 F シャープハーフディミニッシュ、 F メジャー7、 E マイナー7、 こちら感電の B メロの後半でも使われているコード進行です。はい、このコード進行はですね、実はアニソンなどでも定番で使われるコード進行でして、例えば獣フレンズのオープニング、ようこそジャパリーパークへ、こちらの B メロでも使われております。で、このコード進行ってパッと見打ち込むのがめちゃくちゃ難しそうですよね。難しそうなんですが、実はめちゃくちゃ簡単に打ち込む方法があります。それがルート音とルート音以外で分けて考えるという方法です。ではまずルート音を見てみましょう。ルート音はファシャープ、ファ、ミになっているので、ただ半音ずつ下がっているだけです。これって打ち込むのめちゃくちゃ簡単ですよね。次にルート音以外を見てみましょう。ルート音以外は Am、Am、G となっております。これも打ち込むのめちゃくちゃ簡単なコードですよね。このめちゃくちゃ簡単動詞を同時に弾くだけで、こちらのコード進行が出来上がります。このようにですね、パッと見難しそうなコード進行もルート音とルート音以外で分けて考えることによって思ってる以上にですね、簡単に打ち込むことができますので、ぜひいろいろなコード進行でも試してみてください。
はい、続いて変態的ベースラインを解説していきたいと思います。こちらもですね、先ほどと同じ B メロの後半部分になりますね。先ほどより少し前からサビが始まる直前までこちらをお聴きください。はい、こちらのピアノロールを見て何か気づくことはありませんでしょうか。注目すべきはですね、ベースラインですね。ここの Am7 のところから半音ずつ綺麗にベースが下がっていって、で一旦 C を挟んでですね、でここですね、先ほどの F シャープハーフディミニッシュ、ここからサビの直前までですね、確実に半音ずつ綺麗に下がっていってますよね。もうこれがですね、もう完璧に計算されたコード進行といいますか、ここが変態ポイントになります。ではそれを踏まえた上でもう一度聞いてみましょう。はい、でちなみにですね、実は超定番コード進行の中にもベースが綺麗に加工していくパターンがあります。それがこちらのカノン進行です。ただですね、このカノン進行と感電の B メロの進行との違いがありまして、カノン進行はスケール上での加工、つまりキー C だと発鍵のみを通る加工に対して、感電の B メロの進行は発鍵も黒鍵も含めて確実に半音ずつ下がっています。そして確実に半音ずつ下げるためにハーフディミニッシュ、ディミニッシュ、裏コードなどのテクニックを使っているという部分が変態的なコード進行と言っていい部分かと思います。はい、それではですね、今説明した変態的ベースラインを自分の楽曲にどのように取り入れればいいかというのを解説していきたいと思います。さすがにですね、米津玄師さんのレベルで入れるのはちょっとレベルが高すぎるので、今回はベースも含めたコード全体を半音ずつ下げていく禁断のコード進行というコード進行をお伝えしたいと思います。実はですね、先ほど流した感電の B メロにも使われておりまして、 Am7、 Gm7、 Gm7 の部分が禁断のコード進行と呼ばれる部分になります。これはですね、コード表記だとものすごく難しそうに見えるんですが、実は超簡単に打ち込むことができるコード進行になります。これですね、こちらの Am7、こちらをそのままですね、コピペで半音ずつ下げていくだけでできます。はい、こちらのですね、禁断のコード進行を使ってよくある感じでコード進行を試しに作ってみました。どうぞ。はい、こんな感じで初心者の方でも簡単に入れられるのに結構エモい感じを出すことができますので、ぜひ試してみてください。はい、続いては変態的セカンダリードミナントについて解説していきたいと思います。まずはこの変態的セカンダリードミナントを使っているサビの部分を聞いてみましょう。はい、それではですね、セカンダリードミナントについてまずはおさらいをしましょう。ちなみにこちらの動画で詳しく解説をしていますので、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。で、セカンダリードミナントの説明の前に一つだけ今日は言葉を覚えて帰ってください。それがドミナントモーションという言葉。これが何かというと、そのスケールの5度のコード、この5度のコードの後は1度のコードを弾きたくなる、5度のコードの後に1度のコードを弾くとすごく安定感がある、キー C で言うと G7 の後に C を弾くとすごく安定感がある、この5度から1度のつながり、このつながりのことをドミナントモーションと言います。そして他のキーのドミナントモーションをぶち込もうというのがセカンダリードミナントというテクニックになります。それを踏まえた上で感電のサビのセカンダリードミナントがどのように変態的なのか、これをもう一度ですね、コード進行を見ていきましょう。はい、まずですね、 Am7 から始まって次 D7 ですね。これは A から D なので、
キー D の5度1度の関係、つまりキー D のドミナントモーションになっています。そして変態的なポイントがですね、この D にセブンスがついているというところですね。これが D ではなく D7 にすることで何が起こるかというと、その次のコードを見てみましょう。 D7 の後は G7 になっています。 D から G、つまりこれはキー G のドミナントモーション。そしてその次もですね、この G にセブンスをつけて G7 から C と、 G から C はキー C のドミナントモーションになっています。このようにドミナントモーションの一度のコードにセブンスをつけることによって A から D、 D から G、 G から C と連続でセカンダリードミナントを使っています。つまりですね、このコード進行はキー C の進行に今移調しているはずなのに、セカンダリードミナントをしすぎてですね、ほぼキー C にいないっていうことになりますよね。ここが米津玄師さんの変態的ポイントかと言えると思います。でちなみにですね、こちらの C7 の後、この流れだと C7 からのドミナントモーションは F になるので、あ、どうせ次のコードはこれ F でしょと思うと思うんですけれども、次はなんとですね、 F シャープハーフディミニッシュが来るんですね。この F シャープハーフディミニッシュ、これ実は F メジャー7のルート音をですね、ただ半音上げただけなんですよね。こっちが F メジャー7なんですけども、構成音ほぼほぼ一緒でルート音を半音上げただけになっています。つまりはですね、 F メジャー7の、まあ、親戚みたいな立ち位置なんですよね。なのでこの部分はですね、 C7 からこう親戚経由で F へのドミナントモーションというですね、この細かい裏切りがより変態感を出しているかと思います。で最後もですね、ついでに、もうほんとここもついでに E7 から Am7 のドミナントモーションになっています。つまりこのサビのですね、4小節の間に 1,2,3,4,5 回のセカンダリードミナントを入れているということになります。はい、それではですね、この米津玄師さんが使っている連続セカンダリードミナントを意識したコード進行を作ってみましょう。まずはですね、よくあるようなこちらのコード進行をお聞きください。はい、これにですね、セカンダリードミナントを入れると、はい、このようになりました。作り方のポイントは、各キーのドミナントモーションのペアを覚えておくということですね。よく出てくるペアはこちら。このペアを覚えておくと、普段からコード進行を作るときにセカンダリードミナントを取り入れやすくなりますので、ぜひ覚えておきましょう。それに加えてですね、ドミナントモーションの5度から1度、その1度の部分にセブンスを加えるというのが連続セカンダリードミナントを作るポイントになるかと思います。はい、いつも最後までご覧いただきまして本当にありがとうございます。もしここまで見ていただいた方がいらっしゃいましたら、ここまで見ていただいた合図として、ヘイヘイとだけコメントしていただけると嬉しいです。また今月の頭にオンラインサロンの方も増枠をしまして、もう少しだけ空きがありますので、悩んでる方はぜひお早めに登録をされてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。